こんにちは、ヒロハトフットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね、ちょっと J リーグの、グッズいろいろございますんで、またまたちょっと購入しちゃおうかなということで、吉武秘書も呼んでおります。吉武さん、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今日はちょっといつもとなんか違うかな、場所。そうなんですよ、違う仕事で神戸にやってきておりまして、神戸のホテルからお送りしております。何と間違えてんねん、神戸と神戸間違えるって。ただま欲求不満のおばはんやん、そんなあ、焦れ普通、あ、神戸って言ってしまったみたいな全然ないやん、受けてるやん、神戸だ自分が一番受けてるやん。あのね、グッズ購入行きたいんですけど、この前喋ってたこと覚えてます？え、なんだっけ。このグッズコーナーの前には、はい、まずお悩み相談に答えていこうと言ったでしょ。来ました。来ました。嬉しい適切なアドバイスお願いしますね。だからこれの出来によってはまた皆さんいろいろお悩み相談とか、確かになので、その辺はだからこれうまいこと言ったら、吉武さんいろんな各地に行ってなんかちょっと説法みたいなのもできるようになったもうそんなもう私お坊さんみたいにどこ行ってなんかこういい話していくんですか。もう苗字も瀬戸内みたいなことにしてちょっと回っていきますからね何どんなの来たんですか。はい、こちらは FC 町田ゼルビアのサポーターの方から。ありがとうございます。7月に男の子が生まれました。わー、おめでとうございます。我が子もゼルビアのサポーターになってくれると嬉しいのですが、あまりゼルビアをアピールをしすぎると、反発して他サポ他のサポーターになってしまいそうで悩んでいますと。現在生後7ヶ月の子供をゼルビアサポーターにするためのアドバイスをくださいと。これでもなんかちょっとわかるというかね、あんまりちょっと身内がこう濃すぎると逆にもうそれいいっすみたいななる可能性あるじゃないですか。僕はやっぱり親父がその演歌ばっかり聞いてたんで、ちょっと演歌って聞いたらもうやめてやめてみたいな感じになってましたから。ありえますね、確かにこれはある話ですね。でもやっぱり親の気持ちとしてはやっぱり子供にゼルビアサポーターになってもらって一緒にスタジアムに行きたいっていう気持ちはわかるじゃないですか。どうするべき。まずですね、子がいないんですよ、吉武はいや違いませんか、違いません。でも吉武さんも子供の時あったわけじゃないですか。いやでも本当の答えを言うと、多分スタジアムに一緒に行くのが一番いいと思うんですよ。でそこでスタジアムに行って応援していたその記憶が、わースタジアム楽しい、なんかわーあの選手楽しい、なんかスタグル美味しいとかいう楽しい気持ちが集まってくると、あーやっぱなんか FC 町田アゼルビアが好きだみたいな気持ちになんかこう自然となっていくと思うんですけど、やっぱなんか自分ら子供の時もう今ないですけどね、西宮球場とかよく行ってましたけど、なんかそこで食べたイカ焼きの味とかなんとなし今でも覚えてますの。例えばベティスっていうね、まあこのちょっとこれもベティスのマークに近いんですけど、ね、これスペインのねベティスとかいうチームは緑でね、ベティスのサポーターには緑の血が流れてるとかよく言うんですよ。でもそれは多分本当にもう生まれた時からベティスがあるからで、でやっぱもう子供の時からも周りの大人もベティス最高言ってるから、もうそれがだんだん染み込んでいくわけです。確かにね、そうですよ。なんかその町田ゼルビアによって幸せになってるところを子供に見せるべきでしょうね。ゼルビアに関わってたらこんな俺楽しい、こんなハッピーやねんぞみたいなところを、みんなも子供もあ、なんやゼルビア最高やんみたいな、それはなんか押し付ける感じじゃなくてね、親が本当に幸せになってるみたいなところを見せたら、子供も多分あ、お父ちゃんいいじゃんみたいな感じになっていくんちゃう。ありえますよ、これはもう英才教育ですよ。そうやってやっていきましょう。解決。よし、じゃあちょっと、今回もグッズを、はい、1万円します。ありがとうございます。ガチやからね、いつもね
と混ぜよう、できるだけ混ぜて。意外と J1 少なくないですか？J1 少ないんですよ。そう、 J1 あんまり来てないイメージあります。でも普通に考えたら J1 のクラブの方がね、グッズはね、いろいろなんかちょっとありそうだけど、アッシュな、これがなんか手に絡んできて、これいきますね、念を。よし、じゃあいきますよ。今回グッズを購入するクラブはこちら。どこ？大分。あ、大分、大分。おー、大分、大分。はい、J1 クラブがやってまいりました。やってきました、大分。いきますよ。お願いします。はい、グッズいきました。ここ行ったんか、これ行ったんか。確かに。オフィシャルオンラインショップ。はい、これやな。あ、これこれこれ。大分トリニータオフィシャルオンラインショップ。はいはい。はい、これこれ行こう、これ行こう。もう。あ、でも、これ見える？この横の商品カテゴリー見える？おお、結構ありますね。あるよね。ありますあります。ほら、やっぱり吉武さん、やっぱ女性やからバッグとかもお好きでしょ？いいじゃないですか、バッグ。はい、バッグ。あ、バッグだけでも7種類ぐらいあるよ、今んとこでは。いいですね、いいですね。あ、大分取りに来たスヌーピートートバッグ、あ、レジカゴバッグ、町田でもありましたけどね。本当だ、本当だ。で、大分取りに来たショルダーバッグ。あ、これは。クバッグ。でも8690円だから結構いいやつなんかな。いいお値段しますね。うん、だこんなんは一番例えばサポーターの方とかで雨降ってきたりしてもこのレインショルダーバッグとか。あ、そうですね。いいんやろうね。これ小学生とか割とこういうの本当にこう斜めからかけてるイメージありますよ。元気いっぱい、そして外で遊ぶみたいな。うんうん、あとはどうやろう、アクセサリー、まあ言うても、あ、これはもう吉武さんに似合いそうなもんばっかりやな。どれが特にそう思われましたか？そう言われるとはっきりしてへんねんけど、ワッペンかわいい、なんか手こうなっとる、かわいい、ニータン、あ、手かわいい、手、あ、このちょっと肌触りのいい感じのワッペンやな。確かに分厚め、うんうん、あー、いい、これいい、いい、かわいい、うん、かわいい。あの、どうしてもね、やっぱりあのトレーナーとかスウェット破れますからね、ワッペンとかつけといたら。いや、もう今時破れたとこにワッペンつける人とかいませんからね。それは昭和の小学生だけ。え、アプリケ、アプリケつけるの、アプリケはあえてつけるの。破れたところまでその T シャツを着込まない、令和の小学生たちは。ああ、そうか。大分トリニータ見つめてくるキーホルダーって、これ何やろ。わあ、何これ。大分トリニータ見つめてくるキーホルダーと、これどういうこと？なんかちょっと怖い。ちょっとこのニータンなんやろ、あれでも、あ、どの角度から見てもニータンが見つめてくる。ウィントスもこう どっから見ても目が合うぞみたいなやつやな。そうそうそう、あ、もうこれはでもウィントスの横に並べてもいいな、ニータン。まあそうね、ちょっと待って、ニータン、このマスコットグッズ言っていい？見た見た。やっぱニータン可愛いからな。あらららら。あら。え、何この大分トリニータニータンバースデーパックって何これ？ニータンだらけですか？開けても開けてもニータン。わあ。何これ？サインが入っとる。うわ。はい、これです。あ、可愛い。可愛い。これかわいい、かわいい。めっちゃかわいい。ハッピーバース、でも、ニータンの、やな。そうですね。だからその、いや、こっちの誕生日祝ってくるんじゃなくて、ニータンの誕生日ってことやな。ね、こっちの誕生日、別に。ニータンに祝ってもらわんでいいでしょ。大変やん、ニータン。そしたらもう、めっちゃ一人ずつ探して、もう、誕生日おめでとうってせんといかんから。こういう、あ、で、あ、なんかわいいやん。うわぁ。ほんとだ。なんかいっぱいあるぞ。いっぱいある。え、なにこれ、機動戦士ガンダム40周年やて。え、ちょっと、ごめんやで。どうなってるの？わぁ。
これ何どうなっとるの？兄さん、ちょっとガンダムのなんかなってるやん、ぽくなってるやん。私、兄さんの写真集、うんうん、おつかめ様です、兄さんですを持ってますからね。ちょっと普通に自分のお金で買ってますから。もうそれはなんかもう、じゃあ、兄さんグッズにしましょう。だって好きやもん、平畑さん、兄さん。あと、うん、兄さんに、直訴して直接サインももらったから普通好きやん。だからあのさっき吉武さんがあの兄さんのサインってなんかこんなんなんだみたいな、いやそう言ってたでしょ。知ってた。なんかいや自分の中ではちょっとお前知らんのみたいな気持ちにちょっとなってた。いや兄さんのサインめっちゃ可愛いなと思ったんですよ。だってあの鉢になってて、はい、でこっちがちょっと大分のイで、しかも亀の甲羅みたいになってて、うん、おようできたサインだなと思ったんですよさっき。はい、僕持ってます。兄さんともいっぱい写真撮りましたし。めっちゃ好きやん。めちゃくちゃ好きやん。じゃあなんかやっぱ兄さんのキャラが見えるなんかグッズが良くないですか。もういっそのこともこんなん。目でか。もうなんかあの、ね、目大きすぎて。あのね、兄さんはねやっぱりね、いやいいですよ、グッズすごいいいんですよ、いいんですけど、やっぱり本物の兄さんの可愛さにやっぱグッズがまだちょっと勝ててないな。なるほど、うん、兄さん2から言わせるとそういうことですね。うん、ってとこはもしかしたらあるかもしれん。これ交通 IC カード入れて一緒にお出かけしませんかやから、カバンにつけといて伸び縮みするんだピーって。でこっから出したらいいんか。あの伸び縮みするみたいですよ、紐の部分が。なるほど。そのままカバンとかにつけてピーってするだけですよ、この顔のまま。そうかそうか、うん、2ターンをあっこに IC のところに改札のところでやってんか。いやでも2、でもいや俺そんなんできん、2ターンに悪いもん。あ、なんかすいませんって IC カードの上ですいませんみたいな。ピッてしてすいません。2ターンに悪いわそんなん。私はそのプチ2ターン意外とこれネックレスちゃうかと思ってるんですけど。はい、はい、プチ2ターン、ほらこれ意外とネックレスちゃう。いやこれどう、これカバンでしょ、カバンにつけてるんでしょ。あ、カバンか。うん、カバンですよ、ほらほら。ほんとだ。あ、でもこれぐらいやったら。私この子好きですけどね、かわいい。これかわいいな、うん。よし、これ候補に入れとこうか。これ候補に入れましょうか。アパレル。アパレル。アパレル行こう。アパレルどれかな。アパレル。あ、やっぱユニフォームね。うん、ユニフォーム。あ、T シャツ。ベースボールシャツ。あ、でもちょっと正統派ですね、大分トリニータグッズシリーズの。ね、でもこんなんは結構すごいおしゃれやと思うで。これはかっこいいですもん。これ、あ、これええやん、めちゃくちゃかっこいい。あ、ボンディングパーカー、今ボンディング大流行り。これええやん。これね結構いいですよ、旅行とかね、あの移動とか多い平田さんみたいなお仕事の人はもうあのスーツケースの中でぐちゃぐちゃとかにもならないから、うん、本当おすすめ。うわー売り切れてるわ。あー残念、 LL しかないわ。 LL 大きいな、 LL 大きいな。うわー、やっぱでもそうやわ、これやっぱ人気になるわ。そういうことですね。かっこいいもんこれ、わかる。いいよねこれちょっと、うん、これいい。あ、バラ、ま、見ましたもんね。なんかバラエティグッズ行く？そうですね。なんかちょっと買っていきたいんやけどな。シャンプーとトリートメントありません？え？もう完全なこれ。この初めて見た。うわ、何これ？大分トリニータ V シリーズシャンプー、コンディショナー、ボディーソープやって。大分トリニータ V シリーズとは。うんうん、爽やかな柑橘系の香りが特徴のシャンプーコンディショナーボディーソープです。プロフェッショナルヘアケア商品の販売を展開する弊社ならではのこだわり抜いた処方で商品の製造を行っており、安心安全、なんかどっかのメーカーと、あ、メーカー、なんかこの製造元株式会社ルノンさんとなんかコラボみたいな形してるのかな。そういうことですかね。初めて見ましたよねグッズで、シャンプーコンディショナーって面白。買おうか。
ちょっと気になりますね。気になるな。よし、これいってみようか。だってないもんな、シャンプーなんてな、うん、面白くないですか。これ買ってみましょう。どんな香りかも見てみたい。あれ、これこれ、あ、吉武さん、その女子とかにどうなの、こういう大分トリニータアームカバー。ああ、アームカバーいいじゃないですか。どうこれ、これどう、もう女子は必需品ですよ、夏は。夏ね、うん、私は日焼け止めが嫌いなんですよ。なんでもう日焼け止め手に塗るくらいだったらこのアームカバーをつけちゃう、うん、とかね。あと、まあ皆さん農作業ね、うん、する時とか皆さん農作業ってこの YouTube チャンネル農家の人が一番よく見てらっしゃるんですか何、大多数は農家の方が見てるの。農家とか、牧場とかこれええやん。でもアームカバー、うん、これはもう間違いなく使えますよ、これからの季節は、うん、これちょっと紫外線が一番強くなってくるから、今からが。ちょっと俺もアームカバーとやらをどんなものかもあんま見たことないし、これにしよう。これいいですよ。しかもちっちゃくなるし、伸びるし、うん、あ、これね、男女ほぼ関係なしだと思います。よし、じゃあもうここはニータンのなんか買おうか。そっしょそっしょ、うん、ニータンどれにします。ニータンどれにしようかな。パスケースが使えるんじゃないんですか。何？パスケース。パスケースね、うん、これいいよね。かも見つめるキーホルダー、ニータンのパスケースでしょ。パスケースですよね。私これ結構好きですよ、うん、女子高生とかこういうの持ってるじゃないですか。よくつけてるよね、ちょっとね。そう、補助バッグとかつけたりとか、うん、逆にこんなん行ってみる。めっちゃ可愛い。あ、これええやん。あ、こっち行こうやん。いいいいいい。これでもええやん。これ行こう。うん、一点一点手作りになりますのでやで。はあ、すごいな。買おうや。これ絶対買おうや。あ、手帳型もありますよ。あるよ。手帳型あるよ。手帳型の方がサイズ関係なくはめ込めるんですよね、意外と。あ、こっちの方がやっぱりあれ iPhone の種類がほら、あるわ。あ、ほらほら、11あるじゃないですか。あるわ、あるわ。ちょっと、オーバーするけど、こっち行ってみる？うんうん、こっち行ってみよっか。俺まあもう裸やからさ、携帯。じゃあ手帳型いいと思います。よし、そうしよう。やっぱニータンの顔じゃないですか。まるぜやろ、そらそうやろ。これはやっぱこれですよ。いつもニータンと共にやん。共に。よし、これで OK。 はい、おめでとうございます。楽しみ、これ楽しみ、すんごいめっちゃ楽しみガチニータンファンとしてはいいお買い物が今回できてますよ、これ。なんかでもケースばっか高騰になるみたいねまあそれはそれでいいんやけど、うんうん、あ、でもいい、これはいい、いいですね。いいの買いました。いいの買った、いいの買った。じゃあまた何かありましたらよろしくお願いします。もちろんです。お悩みもお待ちしております。お待ちしております今回も見ていただきありがとうございました。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。